俺の名前は鬼頭ジョージ。秘境と気色を求めて世界を股にかける男だ。さて俺は今中央アジア南西部に位置するトルクメニスタン共和国という国に来ている。ここは砂漠が国土の 85% を占めている永世中立国だ。俺がこの国に来た目的は一つ。あなたがガイドか。今日はよろしく頼む。こちらこそミスターキタ。それはもちろん秘境、いやこの世の地獄を見るためだ。今回の目的は地獄の門と呼ばれるこの国の名物スポットだ。見ればおったまげるぜ。あんな光景は世界でもここでしかお目にかかれないからね。そいつは楽しみだ。このガイドの自信、今回の秘境は期待できそうだ。目指す地獄の門は砂漠のど真ん中、首都から 260km の移動だ。目的地までの道のりは長い。まずは腹ごしらえと行こう。いいね。気色じゃなくても現地料理を味わうのは大好きだ。料理店で俺が注文したのはプロフという料理だ。きたきた。米好きにはたまらないんよな。これは米と羊肉をたっぷりの油で炒めたもので、中央アジアではポピュラーな料理だ。食後のデザートはこの国内産のメロン。日本人的感覚ではなんとも豪勢である。最高だ。これだから秘境巡りはやめられない。何、やばい飯が出なくて物足りないんじゃないかって？そんなことは断じてないから安心してくれ。その後移動中につまむものが必要ということで、すごいなあ。ずっしりとしてまるで板みたいだ。安心しなよ。見た目はごついが味は確かだぜ。知力というこの国定番のパンを買っておいた。さて地獄の門は首都アシガバードから北へ 260km の位置にある。まずは車で3時間ほど走ってダルバザ村ってとこに行くからね。そこからは砂漠をウォーキングせ。これは思った以上に過酷な旅になりそうだ。車に揺られること3時間ほど、俺たちは砂漠の村ダルバザへとたどり着いた。ここのチャイハナで夕飯を食うときね、出るのは日が沈み始めた頃がいい。どうしてだ？暗くなると地獄の門の火が目立つのさ。だから迷わなくて済む。ガイドの助言に従って腹ごしらえを済ませた後、俺たちは村を立った。目的地へ到達するための指針は一つ、ひたすら東に歩けだ。覚悟はしていたが、砂漠を歩くのは思った以上に体力を消耗する。暑い。砂に足が取られて動きにくい。水分だけはこまめにとってくれ。こんなところで倒れられたらどうしようもない。こうしてパンパンになった足に鞭打って歩いていると、神秘的な光景に出くわした。すごいなあ。こんな綺麗な夕日を見たのは初めてだ。日没は砂漠の中で格別な光景だ。これだけでも来た甲斐がある。こうして完全に火が落ちると、暗闇の向こうにこうこうと光る何かが見えた。もしかしてあれがそうなのか？あれが地獄の門の火で、まだかなり距離が離れているのにこうまではっきり見えるとは。人間というのは厳禁なもので、目的地が目に映れば、秘境は目の前だ。急ぐぞ。さっきまで死にそうな顔してたのに、何なんだその元気は。俺は目前にまで迫った秘境に駆け出していた。息を利かせながらも砂丘を越え続けた俺は、ついに地獄の門へとたどり着いた。これが地獄の門。すさまじい光景だ。砂漠に開いた大穴の中には赤熱化した地面が広がる。その名にふさわしい絶景だ。この地獄の門は人の手によって偶然作り出された絶景だ。事の始まりは今から約50年前の1971年、このカラクム砂漠一帯の地下にあるとされた石油を目的としたボーリング調査が行われた。この際、先に天然ガスを発見されたのだが、なんだ地面が落盤事故によって調査隊はキャンプ地ごと地下へと飲み込まれてしまったのだ。この地盤沈下によってできた直径 100m にも及ぶクレーターは、調査の結果、有害な天然ガスが漏れ続けていることが判明。人が近づけなくなってしまった。しかし、石油への夢は尽きていない。天然ガスの放出を止めるには、貯蔵が尽きるまで燃やし続けるしかありません。ならば、火を放とう。こうしてクレーターへ火が放たれたわけだが、ガスの貯蔵量は政府が思っていたよりも莫大だったのだ。その結果、未だにガスは尽きることなく、こうして燃え続けているってわけか。お客さん、なかなか勉強してるじゃないか。この程度は秘境ハンターのたしなみだ。炎が激しく燃える絶景を楽しんでいると、ガイドが妙なことを言い出した。お客さん、悪いが写真を撮ってくれないか。写真？別に構わんが。娘がインスタってのにハマっててね、ここの写真をねだられたのさ。すると何を思ったのか、ガイドは地獄の門の縁へ移動した。おい、危ないぞ。ここは俺の庭みたいなもんで大丈夫さ。忠告を聞かないガイドに思わず舌打ちをしたその瞬間、なんとガイドが足を置いていた縁がガラリと崩れ、彼の体が大きく後ろに傾いたのだ。と思った時にはもう遅かった。悲鳴とともに文字通り地獄へと落ちていくガイド。慌てて縁へと駆け寄った俺が見たものは、灼熱の斜面を転げ落ちながら炎に包まれるガイドの姿だった。人が落ちた、誰か助けてくれ。なんだって。周辺の人が救急や警察へ連絡してくれたが、あのガイドはもう。俺は警察で事情を説明することになった。それで彼は写真を撮ろうとして誤って地獄の門へと転落したんだね。はい。救助が到着した時には彼は手遅れだったそうだ。こんなことがあったので、俺は警察から解放されるとすぐにこの国を出ることになった。秘境とは危険な場所なんだ。今はあの陽気なガイドの冥福と家族の悲しみが癒えることを祈ろう。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。